多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光希も姿を消してしまう。近しい者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に自ら大軍を率いて出陣した。信長編第6章、初攻、高天神城の戦い。家康、信康のことすまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実、やむを得ぬ処断でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この者は従者の弥助だ。宣教師のもとにいたの俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川。徳川家康とも存じています。以後お見知りおきください。この乱世、私に何ができるのか。粉骨を再審します。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよう。はこれより高天神城の岡部元信を攻める。岡部の危機を知れば勝つよりも増援を送ってこよう。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を尊ぶだ。良いな。はとはいえ、岡部殿は難敵、心してかからなくては。うむ、岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手、手を抜くつもりはない。
かつての強豪ももはや恐るに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、これでは戦にならぬ。のろしを上げよ、急ぎ救援を呼ぶのだ。救援を求めるのろし、お味方の到着まで我らは時を稼がねば。こちらの本陣を脅かそうというのか。時が惜しい、迅速に迎え撃て。かの砦、守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。本陣を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。弓兵は前へ出よう。矢を放ち敵の進軍を食い止めるのじゃ。信忠様はご無事ですね。私も一人の将として務めを果たさなくては。敵の手がもうここまで。勝頼様のためここは何としても耐えねば。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねばなら、勝頼が味方を見捨てたとなれば武田の名も地に落ちることになろう。敵が岡部殿に気を取られている今が好機。不意をつき敵を叩け。行くぞ、織田徳川勢を叩くのだ。無駄なあがきを。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。討ち死に。うむ、砦を制したようだな。参るか、身のほど知らずね。怒りました。負ける気しませんね。耐えきれん、引かせてもらう。見事、さらに精進せよ。その程度の差かゆくもないわ。らしい侍です。ここで命を落とすことは惜しいです。お主もよく侍と見る。侍同士主がため、正々堂々斬り合おうぞ。いけませんね。
光頼様からの援軍さえ来れば、怒りました。ここは一旦城に引き上げるほかあるまい。逃したか。高天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着まで、ここが正念場ぞ。開門。時を稼ごうとて、そうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。かけよ、織田徳川の本陣を落とすのだ。騎手か。地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。ごめんなさい。負ける気しませんね。耐えきれん。引かせてもらう。一瞬。敵将討ち取りました。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。そこか。私とてもののふなのだ。耐えきれん。引かせてもらう。堪忍ならぬ。ヤスケ、出ます。いけませんね。ヤスケ、怒りました。おっと、倒します。織田の勢い、止まらぬか。敵将討ち取りました。引かせていただこう。あっぱれ。我らも続け。苛烈に攻めよ。急がず、着実に。騎士改正の好機、織田信忠を討ち取れ。本陣が危ないです。信忠様を守らなくては。敵将討ち取りました。引かせていただこう。見事だな。切られてばかりでは不甲斐ない。私もより一層励まねば。
追われている。みんな急ぎ信忠殿をお守りせよ。急ぎ敵を倒さねば本陣を落とされては前線の味方が後輩を突かれてしまう。今の我らにとって武田など敵ではない。ここは私が。さらに精進せよ。急がせ、着実に。これ以上敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした？早く出せ！敵に焦りが見えて、騎馬隊ごときさっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の凋落、ここまでとはな。武田が滅べ、天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて、乱世は滅ぶまで。十兵衛ならば、もう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため、何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。もはや誰も当てにはできぬ。己が武を持って迎え撃つのみ。城を枕に討ち死にしてこそモノノフの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていません。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。来たか家康。相手に不足なし。これが岡部殿の最後の戦。手加減ご無用。参られよ。岡部殿の相手では最後まで手は抜けぬ。私も力を尽くして戦おう。受けてみよう。勝頼様より九死が。援軍は出せぬ。武運を祈るとのこと。そうか、勝頼様とで苦渋の決断であろう。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て。敵を道連れに怪人と化してくれる。
この戦で多くの者たちを死なせてしまった。攻めは拙者にある。詫びの言葉もないわ。自ら火を放つとは、さすがは岡部だろう。壮絶な戦ぶりよ。ついに勝頼の援軍は現れなかった。これで武田の名も地に落ちた。受けてみよ。この俺は差し違えてでも信長を撃つ。受けてみよ。しけに忠を尽くすその姿勢、まさにもののふの鏡と言えましょう。そこまで言われてはもののふにふさわしい最後を遂げたいものだ。家康、拙者を撃てるか。そのためにここまで来たのです。ご覚悟、オカメ殿。受けてみよ。受けてみよ。急がず、着実に。受けてみよ。堪忍ならぬ。打ち払う。もののふとして生き、やりきったぞ。もののふとして死ぬ。悔いなどあろうはずもないわ。討ち死に。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身かわいさに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。岡部との戦、少し昔を思い出した。昔でございますか。あの男、元は今川義元という者の家臣でな、当時今川家は天下随一の強大な勢力を誇っていた。だが俺は桶狭間で今川に勝利した。その時義元の愛党左文字と共に天下への志を義元から継いだのだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うむ、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。ヤスケ、お前が相手だとどうも無駄話が過ぎる。次は甲州討伐だ。お前の働きにも期待しているぞ。はは。岡部元信を討って高天神城を落とした信長と家康は、武田家の本拠がある甲斐へと兵を進める。一方、武田家中では元信を救えなかった勝頼への不信感が強まり、結束が崩れつつあった。勝頼は窮地に立たされながらも、武田の家名を守るため新府城にこもり、信長らを迎え撃つ姿勢を見せる。甲州征伐。兄上の狙い通り、武田家中には動揺が広がっているようです。
中心として名高き岡部を見捨てたのだ。武田に先がないことを誰もが思い知っただろう。少し揺さぶればこちらに寝返る将も少なくあるまい。追い詰められた勝頼がどう出るか。何にせよこの戦で武田は終わりよ。はっ、ついに決着の時ですね。まるっとやってやろう。遅れるでないぞ平八郎。先の戦で武田の将は勝頼に失望したはずだ。敵の寝返りを誘いつつ勝頼を追い詰めるぞ。まずは眼前の敵兵を圧倒し戦意を削ぐのだ。こたびは私も前線に立って戦う。ますます本陣の守りは頼んだぞ。お任せを。これぽっちじゃ満足できねえ。これで我らに寝返る者も出てくるだろう。もはや武田に味方したとて先はない。我らが神父城へ洗いいたぞ。開門。まずは基礎が寝返った。城への道は開けた。一息に陥落せしめよ。小口を抜かれただと。騎馬隊を出せ。敵の進軍を止めるのだ。武田自慢の騎馬隊か。来るなら来やがれ。俺らがまるっと潰してやるぜ。周りの砦を落とし城を孤立させよ。何人たりとも城には入らせるものか。勝頼様、この城を捨てお逃げください。武田の名脈を保つため何とぞ。分かった。私は信繁のもとへ向かう。皆の武運を祈る。
い。勝頼が逃げたぞ。別の隊、急ぎ勝頼を追うのだ。討ち死に。討ち死に。恨まば恨め。叶う相手ではなかったか。うん、さらに苛烈に攻めよう。山田の兄弟が敗れたか。なら私が出るほかあるまい。開門。我が父信玄より継ぎし勝負の魂にかけて貴様らを討つ。かかってこい。激将おふったり。よし、これで白攻めに注力できよう。激しく攻め立てよ。味方ヶ原では散々な目に遭わされたが、今となってはもう俺たちの敵じゃねえな。討ち死に。討ち死に。まだ押してまいる。間もなく城を落とせよ。攻め手をさらに厳しくせよ。開門。すでに俺はこの城を死に場所に定めてある。さてどれだけ道連れにできようか。早くも敵に見つかったか。だが何としても信繁のもとへたどり着かねば。勝頼を逃がしてはならぬ。この一戦で武田を根絶やしにするのだ。敗北条件変更。解凍。武田は決して滅びぬ。勝頼様、あとは頼みましたぞ。討ち死に。神父城は落ちた。あとは勝頼さえ撃てば武田は終わる。みんな出るぞ。敵の追撃を打ち払い、勝頼様をお守りするのだ。開門。我らの進軍を邪魔する者に容赦はいらん。撫で斬りにせよ。勝頼様のため、少しでも時を稼がねば。別動隊は織田勢の本陣を襲え。何？敵襲だと？武田勢にまだそれほどの余力があろうとは。はいそう。ここまで来ればもうすぐだ。信繁のもとにさえたどり着けば。平門。開門。道は開く。急ぎ山中を進み勝頼を撃て。味方本陣を落とされては戦にならん。早々に敵を始末しろ。血のりは敵方にある。若のため露払いしておくとしよう。来たら今だ。撃って出るぞ。
これが適性を退ける最後の機会と心得よ。開門。やはり伏兵がいいだろう。ひるまず迎え撃て。城を捨て逃げ出した勝頼に何ができる。潮時だ。信長殿に降伏を申し入れよう。穴山も寝返ってきた。奴は何か使えそうだな。小一門の穴山殿まで猛打に下ったのか。これでは勝頼様を救うことなど。信繁、ここを開けてくれ。勝頼様、私も敵側に下れと決めました。武田の命運はもはや尽きたのです。信繁、お前まで私を見捨てるのか。勝頼様も武田も俺たちが守り抜く。命に代えても勝頼様の活路を開くぞ。私と小野が決断に命を賭している。負けるわけにはいかぬ。討ち死に。私の出番。これっぽっちじゃ満足できねえ。俺の役目を全うせねば。本陣はわしが死守する。討ち死に。おめでとうございます。恨まば恨め。開門。ザ・バイル。あとは勝頼を撃つの。進め。討ち死に。討ち死に。まだまだ押してまいる。徳川の者たちよ、この勢いに乗るのだ。逃れることはできぬか。ならばせめて武田の名に恥じぬ戦を。よく見とけよ。ここで果てるわけには。いや、無理かな。ほらそれ。己の役目を果たせなかったか。開門。勝頼殿を落とし、敵を内から崩す。すべて信長様の思惑通りですね。このやり方なら武で圧倒するより確実に武田を滅ぼせる。信長様は怖い人です。父上、やはり私では武田を守り抜けませんでした。討ち死に。武田との長い戦いがようやく終わったのですね。武田家は古き乱世の象徴。もっと早く滅ぼすべきだったかもしれんな。武田家が滅んだことで、甲斐はもとより信濃、駿河、上野にまで織田家の支配が及ぶことになりましょう。いよいよ兄上の天下も目前。
私も身の引き締まる思いがいたします。次は毛利を潰さねばならん。俺は京へ戻るゆえ、後の始末は任せたぞ。はは。武田を滅ぼし、古き乱世の象徴をまた一つ壊すことができた。が、まだ終わらぬ。毛利ですか？毛利は確かに、未だ強大な敵ではあるが、奴らを滅ぼしたとて乱世は終わるまい。では、いつ終わりますか？今この乱世を、乱世たらしめている最大の存在を壊さねばならぬであろうな。その存在とは？この俺よ。今や織田信長こそ乱世そのもの。信長を壊してこそ乱世を壊し尽くすことになる。そしてその最後の大仕事を託せるのはただ一人。信長様のおっしゃっていること、この弥助にはよく分かりませぬ。で、あるか。よい、いずれ弥助にも分かろう。